皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はプランターの古い土を簡単に蘇らせる方法をやってみたいと思います。この土蘇らせます。ネギの再生栽培をしております。こんなネギの根っこをこう土に植え付けて、プランターに植え直してですね、ある程度大きくなったら畑に植え替えようというね、ことで育ててみました。十分なサイズなのでね、これからプランターから引き抜いていきます。こんな感じで育っております。引き抜くんですけど、無理くり引き抜いたらね、プチッとこう やっちゃうんで、土をほぐしながら丁寧に丁寧に優しく全部引っこ抜きました。ほい、こんな感じね。でここからですね、この土をね蘇らせるんですけれども、この、段ボールの上にねぶちまけます。段ボールか新聞紙かベニヤ板みたいなのがいいですね。プラスチックはダメですね。鉢底石の代わりにね、網戸の切れ端を使いました。土はこの上に薄く広く広げていきます。でね、見つけた根っこの切れ端みたいなのも取り除いてください。できるだけ薄く広く広げます。で、天日干しっていうんですかね、こう太陽に当てていって乾かしていこうということですね。冬場はねちょっと時間がかかるんですけれども、真夏だったらね2日ぐらいでねもうカリカリに乾いてます。で、一度これはね完全に乾かして、で次の作業に入るんですけれども、虫が心配な場合はこうやってふわっと防虫ネットをかけておけばいいです。あとは乾くまでほったらかし。じゃあ、乾いたのでね、どれだけの土が入っていたのかちょっと測ってみます。これは1カップ1リットルのね、カップなんですけれども、これにね、土をこうやって掘り込んで、これでまあ1リットルですね。うん。で、どんだけ入ってたのかね、ちょっと見ていきましょう。またね、土を戻すんですけれども、さっきの網戸、きれいに洗いました。で、これを鉢底石代わりに引いてですね、ここに土を戻していきます。これ2杯目ということは2リットル目ですね。で残った土で、だいたい約3リットルね、3リットルの土が黒いプランターに、あれは100均でダイソーで買ったプランターですけどね、100均のプランターに、入っておりました。合計3リットルで3リットルの土を使っておりました。じゃあね、これをね、再生していきたいと思います。腐葉土を使いますよ。バーク堆肥でも構いません。で腐葉土をですね、この古い土1リットルに対して 100cc、 これ 100cc ですね。1リットルに対して 100cc 入れます。古い土は3リットルあったので、腐葉土は合計 300cc 入れます。動画の最後にね、詳細なレシピをね、こう、表示しますのでね、ぜひスクショでも撮って参考にしてくださいね。こうやってね、再生したら古い土でも何回でも使えます。持続可能な開発目標ってやつですわ。何ですか、まさしく SDGs ですね。ね、知らんけど、うん。で、これでね、300cc ですか ?3 リットルに対して 300cc 入れましたので、まんべんなくよくかき混ぜます。しっかりかき混ぜますね。で、ここでたっぷり加水していきます。加水したらね、2時間以上放置してください。でないとね、こうやってね底めくったらね、まだね全然水がこういう感じで届いてない状態なのでね、2時間から3時間放っておけば必ずしっかり
かり全部に水は行き渡ってきます。1日ほっとくのが理想ですけどね。ほんなら、その次、石灰を入れます。石灰はどんな種類の石灰でも構いません。植物が吸い上げたカルシウムを補給して酸性に傾いた土を、中和させます。これはね、古い土に対して、古い土1リットルに対して 15cc ですね。だから古い土は3リットルあったので 45cc 入れます。続いて有機肥料、こだわりで有機栽培ってやってるのでね、有機肥料にします。これは化成肥料でも混合肥料でも何でもいいですよ。肥料をね、古い土1リットルに対してこれも 15cc、 3リットルだったので 45cc 入れておきます。さっさっさっとこう入れてですね、あとはよくよくよくかき混ぜる。しっかりね、丁寧にかき混ぜてください。まんべんなく行き渡るようにね。でこれをですね、2週間寝かせればもうこれで完成なんですよ。元気な土にね、蘇るんですが、ところがですわ、ところがもう何遍も使った古い土、これを蘇らせるにはですね、ちょっと今から続きがあるんですけどね、とりあえず一回pH見てみましょうか。中性ですね。中性、真ん中よりもちょっと赤っぽいかな。まあいい感じです。理想のpHバランスですね。じゃあこのね、ピートモスかココピートをね、加えるわけです。古い土は、増し土っていうんですかね。増し土代わりですね。最初の古い土1リットルに対して 50cc 入れます。最初の古い土は3リットルあったので、全部で 150cc。これを加えていきます。バーミキュライトを、これもね、同じです。1リットルに対して 15cc。 1リットルの古い土1リットルですよ。1リットルに対して 15cc。 バーミキュライトは排水性や保水性を向上させてくれます。肥料の流亡も防いでくれます。だからね、種まきバイドなんかを使った時の覆土なんかにね、使ったりするんですね。便利な資材です。あれば、持っていればパーライトも入れてください。パーライトも同じです。古い土1リットルに対して 15cc 入れてください。だから合計 45cc か。パーライト、ちっちゃな穴がいっぱい開いてて、保水性、排水性、肥料持ち、それから通気性もね、上げてくれます。白っぽいけど、肥料みたいけど化学肥料、化学成分は一切含んでおりません。これをよくよくかき混ぜます。こんな感じでね、しっかりかき混ぜて、これでね、いいんですよ。古いも何遍もしつこく使った土もこれで2週間寝かせれば蘇るっていうわけですね。で、さらにですね、ちょっとここで一旦pHを確認して、例えば、石灰入れすぎたわとかね、いう場合ね、こういう時は鹿沼土を入れて、さらに中和させると、そういうことですね。これね、鹿沼土を、出してアルカリ傾向を中和させるんですが、入れすぎたからといってね、酸性にまた傾いていくっていうことはないです。うまい具合に中和させてくれます。でこれで見た目もなんか市販の培養土みたいに見えるしね、しっかりかき混ぜて2週間寝かせれば完成。バーミキュライト、鹿沼土、パーライトを入れることで、よく見かける市販の培養土と同じ見た目になるっちゅうわけですね。まあ、見た目が同じいうことは中身も一緒です。これで古い土も完璧な土によみがえります。レシピ、スクショ撮っといてくださいね。使い古したプランターの土を再生させる方法でございました。参考になりましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への
高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。